どうも天才ハッカーのコウキだ。はい、ということで今日の企画はですね、実はとある事件が起きています。大地くんのツイッターを乗っ取りました。今からこの大地くんのアカウントを使って乗っ取られたように見せるツイートをたくさんしていきたいと思います。実は以前も大地くんのインスタグラムを乗っ取った実は以前も大地くんのインスタグラムを乗っ取ったことがあります。その時にね、すんごいね焦ってたの。すごい焦ってたのよ。心からくるびっくり見てるので、なので今回もその恐怖を蘇らせてやろうと思います。ということで、これから大地くんがね帰ってきて YouTube の撮影をするんで、その準備をしてる時にもうカメラを回しといて、バン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 乗っ取りツイートしていきたいと思います。それではやっていこう。レッツエンドジョンソン。はい、今日何撮るの？実は考えてるんです。なんかね、しゃもじ使った流行ってるやつだって。何それ？スティッチ。あストッツ。スティッチ。ストッツ。スティッチ。てかさ、そツイッターのフォローめっちゃ増えてる。お前なんか多いよな。インスタなんかね、あれかミスターアカウントしてるからかもしれないけど、てかお前さ、リプ編めちゃくちゃ来てなかった？今ね、ちょっと待って、今見るわ。100人。ありがてぇ。ね、お前がね、頑張る。お前今ツイッター開いてる？うん、ツイッターじゃないよ俺。一回俺のツイート見て、なんか意味わかんないの来た。34歳だった、あなたが見る色で、なんか精神年齢みたいなの来たんだけど、俺がツイートしてる。どういうこと？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 でも乗っ取られてる。どういうこと？顎ピアスやってみたら笑った。いや、それは知らない。お前じゃん絶対。いや違うんだよ、絶対俺じゃないよ。嘘だよ。だお前だよ絶対。だって俺今だよ、今開いたんだよ。女の子のビフォーアフターすごすぎる。58秒。お前、いやいや俺今見てたから。やばっ。あれだよお前、前のインスタグラムと同じだよ。あん時は待って待って待って、あん時はドッキリやったけど、お前リアルに待って、今回やばいぞ。いややばいよ、ちょっと待って。これだってなんかすごくない？いやお前これやられてるわ、入られてるよ多分。いやマジで、でねマジでマジでマジでマジよ、マジ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 、すごすぎ笑った。ブロック分かっちゃう。あなたは24人にブロックされています。なんかこれ待って、重役に聞いてきてみるわ。ちょっと待って、は意味わかんねえんだけど、どういうこと？いや待って、リアルにやばいだろ普通にこれ考えたら。いややばいよ。いやマジでね、お願い。いやばいやばい、待って、マジどうしよう、マジどうしよう。リアルに考えろ、もっと真面目に考えろよピエン。やだこのさ、bit.ly押したらやばい、押したらやばい。このアカウントのツイートを見た人が押したらまたその人も乗っ取られちゃうってこと？ネズミ講的な感じってこと？うん、誰それ？ネズミ講って誰？お待って、やばいよほら。それはどう？そこのとこ自分のツイート見た方がいい。隣の人を見て、何？マリオカードしたい？マリオカードしたい？ドッキリもうほんとお前さ、マジでさ、SNS の時やめて。でも、今回やったのは俺じゃないよ、マジで。何？誰？ほら、こいつが悪いよ。おー、こいつだ。